はい、工房節の長田です。くさびと書いて節と呼びます。はい、本日3月6日でございますね。昨日5日夜東京の方から戻ってきております。本日からね、通常業務に戻りたいと思います。はい、3月1日から3日間ね、こちらの三越文具フェアの方に参加しておりました。本当に今回は完全予約ということでしたが、まあ多くの方にね、来ていただき本当にありがとうございました。はい。まあ急でね、まあ来れなかったお客さんも何人かいらっしゃるんですが、全体的にどうですか？文具フェア来られたお客様、楽しんでいただけましたでしょうか？まあ、すごかったですね。まあ、またね、何か機会があればとは思っておりますが、はい。で、今回ね、三越さんでやったんですけども、工房節のブースでね、買われたお客様、保証書入っていたかと思います。はい、保証書ね、三越ではなくって、三越さんの中に入っているね、ステーショナリーステーションさんのね、ハンコを押してあるかと思います。はい、そのため、もし何かあった場合は、ステーショナリーステーションさんの方にね、ご連絡していただければ、対応いたしますので、よろしくお願いします。そして、イベントはですね、工房節の全イベントなんですけども、はい。1本買った場合は保証書1枚入っております。で、2本以上買った場合、3本でも10本でもね、買った場合、保証書2枚までしか入れません。はい。はい。基本的に1本1本につけるものではなくて、まあ、そのペンをどちらで買ったかっていうことが分かるようにしているものなんですよね。うん。で、まあ、その買ったところで、責任を持ってほしいっていうことと、まあ、どういう状態なのか、木が、まあ、割れたり金具メーカーが壊れたりとかっていうのはね、店舗さんにもね、まあその状況を知っていただいて、はい、直してこうなりますということをね、まあ経験をちょっと積んでいただいて、はい、お店の方でもね、しっかりとお客様に対して対応できるようにしていくために、必ず買った店舗さんでの何かあった場合ご相談していただいて、まあ修理なのか何なのかちょっとその状況によりますが、まあそういうふうにしてやっていただくためのものでございますので、はい。保証書ね、はい、どこで買ったか覚えていただいて、見ていて、あ、そっか、三越さん、セッショナリーステーションさんで買ったんだなっていうのを、分かっていただければ、そちらの方に、お願いしていただければなと思っております。よろしくお願いします。はい、工房節ですね。まあ、イベント、今年もバンバン行きますが、はい、ですね、まあ、九州が終わって、今回、三越さんでのね、文具フェアが終わりました。そして次は、4月29日、螺鈿文具のね、はい、展示販売会があって、その後、同じ会場、新宿ワープさんでね、個展の方、行います。で、6月、なにわペンショー、まだちょっと出展決まっておりません。で、7月は、ほぼ決まりでいいと思います。はい。長崎の方はね、必ず行きます。ちょっと大阪の方がね、まだちょっと情報来ておりませんので、また連絡いたします。で、螺鈿文具ですね。こちらの販売会の方、基本的にはね、全イベント予約制なんですけども、螺鈿文具に関してはね、予約ではございません。はい。まあ、何度か、もうすでに YouTube、ブログでね、お伝えしてきたとは思いますが、はい、螺鈿文具ですね。はい。まあ、こちらは六角の万年筆でございます。はい。なので、まあ、他にも、まあ、六角であっても、ボールペン、ペンシル、マネスとあって、まあ、マトリックスだけはマネスしかないんですけども、はい。マトリックスも作ってるはずなんですよね。うん。で、何が出てくるかっていうのはね、はっきり言ってごめんなさい。本当にね、ギリギリ、直前じゃないと分かんないんですよね。うん。たくさん、なるべくたくさん作ってきてほしいというお願いはしておりますが、やっぱりめちゃくちゃ時間がかかるんですよ、螺鈿文具って。うん、ものすごい手間のかかる技術と手間と、そういう仕事ですので、はい。まあ、先生もお忙しいので、なかなか僕の文具だけにね、関わってるわけではございません。まあ、まあ、ずっと言ってきてるんで、まあ、ずっと作っていただいております。はい。29日ね、池田先生も来られる予定しておりますので、また、29日ね、来ていただいて、まあ、先生とお話していただく時間もあるかなと思っております。またよろしくお願いします。
で、購入希望者のみね、またカードを渡して、はい、もの一つ一つで抽選していきたいと思いますので、また、その件は4月入ってから、まあ、1、2回ほど、ちゃんと、YouTube、ブログでね、アップして、情報を出していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。で、文具フェアね、いかがでしたか？はい、まあ、ガラスペンがすごかったですよね。うん、僕のブースの隣でね、1日2日の特別出店の方々ですね。まず、川西ガラスさん。これは、ずっと前に購入したものであって、今回の文具フェアはね、ちゃんと遠慮してますので、はい、僕は参加しておりませんが、川西ガラスさんもすごいですよね。彼も本当に、川西さんとは本当にこの三越さんのマネス祭りでね、お会いしてずっとお付き合いさせてもらってて、彼の作品も何本も持っておりますが、やっぱ、ガラスペン、すごいですよね。そして、長谷さん。もう、めちゃくちゃすごいですよね。すごい人気です、長谷さんね。はい、これも昔買わせていただいたやつですね。そして、テッサ工房さん。はい、抽選の方当たった方、いらっしゃいますかね。はい、これは、セレナーデ。あの時にはなかったやつですかね。まあ、こういう感じで。もう、すごいです。技術含めて。でね、テッサさんのね、とんでもないガラスペンがね、出てたんです。展示販売でね。はい。組み立ての様子をね、YouTube でね、その朝、撮らさせていただいておりましたので、はい。リンク、説明欄にね、YouTube 撮ったやつ貼っておきますので、もしよろしければね、もうね、馬鹿げてた。もう、すごい意味でね、変態的なね、ガラスペン。あれはちょっと見てほしいなと思いますので、またよろしくお願いします。そして、僕の隣で2日間出てたトゥーさんですね。はい。まあ、これは、まあ、昨年買わせていただいたやつですけどね。はい。なかなか数が少ないやつですね。そう。竹取りのね、面取りして、そして、キリコなんですよね。いわゆるコラボですね。キリコの職人さんとトゥーさんとのコラボですね。すんごいっすよ。もうね、ため息出るくらいすごいんですよね。もう眺めてるだけでいいですよね。はい、そんな感じで。まあ、この辺がもう人気な、もうトップクラスの作家さんですかね、ガラスペンの。まあ、もちろん他にもね、いろいろ、出てらっしゃいましたし、はい。まあ、他にも持ってる、ガラスペンでね、僕も持ってる作品たくさんあるんですが、まあ、ここが特別スペースで、まあ、なかなかガラスペンもね、木軸とは違って、数がなかなか作れない、まあ、工程をね、僕も知ってはいるんですが、なかなかね、数が作れないのでね、まあ、ちょっと需要と供給が合ってない。やっぱり供給量が少なく、すごい、まあ、今回抽選であったりとか含めてね、はい、数制限されたりとか、まあなかなか欲しくても手に入れれないっていう感じなんですけども、宇宙遊泳のイベント。はい。結構このトップクラスの作家さんはね、宇宙遊泳っていうイベントにね、参加しております。4月もね、宇宙遊泳ありますね。東京浜松町ですね。僕はちょっとさ、4月は参加しないんですが、はい。またガラスペンね、求めてね、宇宙遊泳にも参加していただければなと思います。はい。まあ、日本各地含めて、文具イベント多くなってきております。はい。公募説、はい。まあ、ここまで、まあ、海外今年はちょっと多いんですが、まあ、基本的に公募説のイベントは事前予約制となります。フリータイムあるかどうかはちょっと別にしてね。はい。で、YouTube で1ヶ月半ぐらい前にね、ブログ、YouTube、まあ、そして SNS にもね、自動的にアップされますので、はい、そちらの情報をチェックしていただいてね、また、公募説のイベントもご参加していただければなと思っております。じゃあ次は5月ゴールデンウィーク2日から6日まで、はい、
やりますので、またぜひぜひご参加してください。またよろしくお願いいたします。